マリアッチ、音入ってない音入ってない大丈夫です音入ってますか、ボスキャラ、はい、ボスキャラです、ボスですよね。いや全然違いますか。ボスキャラですか。でもいやいやいやもう、はい、本当にかわいそうな立ち位置に。かわいそう、いつも。いやいやいや、暇で暇で。あ、本当ですか、はい、じゃあそういうことにね、しておきましょうかね。音きたーってことで、はい、あ、声聞こえないよ、すいません。大丈夫ですかね、入りましたかね、声 OK ですか。はい、じゃあ今からちょっと仕切り直していきたいと思います。よかったまだ質問前でね、そんな感じでちょコメントもじゃんじゃん読んでいきますんで、皆さんコメントどんどんね、お待ちしております。さあそれではね、まず早速なんですけど、はい、まあ、この第もう第19回になるんです、今日この番組は。第19回ブルグ TV、 すごい棒読みだなすごいでしょ。すごいですね、うん、皆さんのおかげなんですけど、まあ、このブルグ TV っていうこの動画チャンネルは、あのブルグっていうね、雑誌を、の出演者さんで、はい、構成されている動画チャンネルってことで、はい、こちらの雑誌はあ、セットサロンに、はい、あります、置いてありますよ。あ、でもありますよね、多分、はい、サロンにはきっと。毎日見てます。毎日本当に毎日見てるの。毎日1ページずつ、ま、あ、1日1ページ。なかなか進まない。まだまだ、そうですね。明日も楽しみだなってね。まだそうなんですよ。まだ、うん、まだあのキャバクラの方には行ってないかな、行ってないみたいなぐらいですね。なるほど、はい、マリアちゃんも出演はされてるんですか。いや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 、出てない。メッソーモ、メッソーモ、メッソーモの方出てないらしいですはい、ちょっとすいません、ね、急遽すぎてそういう打ち合わせもしてないっていうすごいライブ配信でいきたいと思います今日ね、はい、全てがアドリブでいきたいと思います。マリアちゃんは出られてないと。でもそうです、ね、この雑誌の存在は知って、はい、知ってますらっしゃるということでね、じゃあこれにあの出た方で作ってる番組なんですけど、出てないということで特別ゲストです。おめでとうございます。あ、はい、特別枠です。はい、イエーイというわけで、皆さんもね、これ今第3号までですよね。第3号まで出てるんですけど、ぜひちょっとね、あのそれこそセットサロンとか街のね至るところ飲食店とかで、置いてあるんで、ぜひ気になった人は見てください。そんな動画チャンネルです。よろしいでしょうか。はい、はい、というわけで早速ね、あ、その前にこんなど真ん中にあるものの宣伝をね忘れていましたね。僕らのオープニングで毎回ね、あのゲストさんと写真撮って SNS で告知するんですけど、これがねうまく入らなくてね、さっきね撮り直しましたね。あーね、はい、ありましたねいやいやいやさっきね5分ぐらい前の話でこれがちょっと角度がって言ってね、じゃん、皆さん見てください。今日はこのね宣伝もちょっと何回もしますよ僕はね、8月28日、日曜日、もうあと1週間ですね、波物語、このイベントがリンクービーチ、常滑リンクービーチで開かれます。ゲストはなんとこんなね有名な芸能人の方々、アーティストの方々たくさん来られます。そこに僕たちも行きますか。あ、もうね行きますよね。このために休みなんで、休みなんでね、マリアッチが、はい、なんとこのためにお店を休みにしたということですはい、僕は仕事ですけど行きますよっていうねこれ何時から何時まででしょうかね、あ、書いてあります。オープン10時半、11時ですということは夜の仕事の方でもね早起きすれば行けちゃうよっていうね、そして8時まで昼の方も夜の方も、たくさんの方が何千人もね来られるってことで、僕も行きますんでね、皆さんぜひ、見てる皆さんぜひ一緒に行きましょう。というわけでさあ早速ですが本題に入っていきますね。はい、まずいつもですね、お題が決まってるんですけど、今日はちょっと急遽だったんでお題決まってないんですお題決まってないんですけど、はいはい、ノリでね行こうと思います。ここにねあるねテーマに沿って行こうと思いますもんね、はい、じゃあまずそんなマリアッチ、大鳥マリアちゃんに一つ目の質問いきます。第1問、キャバ嬢の悩み悩みですか。 これですね、この通りいきますからね。あ、分かりました。連想してね言ってくださいね、はい、キャバ嬢の悩みです。悩みですか。そうですね、はい、キャバ嬢の悩みなんかありますか。キャバクラやられてていろいろあると思うんですけど、信用がないですね。信用されないですね。おっと、いきなりすごい感じきたなそれは、お客様からですか、それともプライベートの、プライベートの友達
お友達、女友達、まあ、男友達、ね、男の子、ね、まあ、それはあれですよね、はいはい、恋愛関係ってことです。そうですね、でよろしいですかね。どうせ色恋だろうと言われますね、よく。え、ちょっと待って、どうせ色恋だろうってことは、はい、お店に行ってるですかね、しか出会いがなくて。あ、なるほど。そうなんですよ、ネクラなので。ネクラなんですか。ネクラなんですよ。まだあのそこまで行ってないんで。はい、まだそこまで行ってないんですけど、はい、あのネクラということで、だいぶ、はい、最新情報です。ネクラなんですよ。はい、そうなんです、ネクラで外に出ないから、うん、まあ、出会いは主にお店になるんですかね。そうですね、お客様と。そうです。じゃあそういう感じになったとしても、まあ、男の子からす男性からすると、まあ、どうせ色恋じゃないかと。そうなんですよね。なんででしょうかね、それは。まあしょうがないですね。しょうがないからつけると一言で、しょうがない、しょうがない、まあこんな感じなんで。売れっ子の悩みっていう感じですね。でもいやそんなことはないんですけど、いや、あの僕大体あのやっぱりその仕事的な悩みが来るのかなと思って。仕事的な悩みですよね。ですけど、やっぱり。いや大丈夫です。あ、お酒が飲めないです。あ、はい、なるほど。あのいや最初の話題で大丈夫です。はい、戻りますよ、はいはい、戻りますよ。お酒が、お酒の話にしますか。お酒は飲めない。お酒は飲めないです。そして信用されない。そうですね。好きですね、その話。はい、その2点ですね。そうです、あのお悩みは。そうなんです。なるほど。お酒が飲めなくて信用もされないと。さあどうしましょう。皆さん、意見コメントください。ボスキャラなのに、はい、ありがとうございます。ボスキャラなのに、なんでそんな感じなんだ。知らんぽい。いや、知らんぽいってよく言われるんですけど、うん、知らん。あのシャンパン一杯でシュランになりますね。シャンパンがダメなんですか。お酒がダメなんですか。お酒がダメですね。もう一緒ですね。僕もお酒全然飲めないんですけど、でも飲めなくてもね、ナンバーワンっていうのはね。いやもう本当にお客様に恵まれております。はい、なるほど、はい、そういうことですね。なんか悩みとか聞いてあげる立場な雰囲気の子だねと、うんうん、普段はどうなんですか。後輩とかの相談乗ったりとか。ちょっとお姉さん的なポジションなんですかね。いやいや、お店では。いや全然みんなに、みんな飲んでくれるんですよ、本当に。はいはい、助けてくれるんだ。本当にみんなが助けてくれますね。なるほど。いい店マリアッチ。はい、皆さん行きましょうね、今日も。この後ね。休み。あ、休み、今日は休み。明日から。明日行きましょうね、皆さん。何時オープンですか。はい、そこは確か9時です。確か9時。ナンバーワンですよね。はい、9時です。オープンの時間は9時でいいですか。がっつり9時。はい、じゃあ皆さん明日9時からマリアッチ。はい、岡崎マリアッチさん、ぜひ行ってくださいね。いやいや、どんだけでもいけるでしょ。シュランになった時のモノマネ見せて。モノマネですか。ちょっとお酒持ってきてもらっていいですか。話進まらなくなっちゃいますけどね、そうしたら。はい、そうですね。おー、ぬるいやつ。ぬるいシャンパンね。酔うやつね。酔いますね。こちらもね、コメント言ってますね。マリアさん何歳？これは伏せときましょうか。いや、26なんですけど。おっと、別にあの言っちゃう。あ、公表してる。してますよね、はい、そりゃ。いや、でも30ぐらい。はい、すごいの来た。すごいお酒持ってきた。それちょっとあのトーク終わっちゃうやつ。25分ぐらいから飲みますね。行きます。入ってないですよね、お酒もちろん。はい、お酒入ってないから、ここには入ってないから。あ、危ない。行きますって来てます。ああ待ってます、ね、本当に。いやでもこれで多分本当に来ていただける方もいると思うんで。本当ですか。はい、ちょっと今日はあの30分のアピールタイムだと思ってガンガンいっちゃいましょう。はい、というわけで次いきます。質問に、じゃん、キャバクラを卒業したらこれです。どうしましょうね。どうしますか。キャバクラ卒業したらですか。結婚したいですね。おぜひとも。ストレートやね。そうですね、もう結婚したい。結婚がしたいです。結婚がしたい、はい、今すぐにでも、今すぐにでも、はい、本当に。さあ皆さん募集中ですよ。いいんですか、こんなネット上で言っちゃって。いやもう本当に募集、ここまでみたいな。めっちゃ来たらね、出したいぐらい。ここに出したいぐらい。出したいぐらい。LINE とかね、 LINE の ID とかね、本当にそれぐらい結婚がしたくて。ねえ、マリアちゃんの旦那さん募集って言ってね。卒業したら結婚したいと。ちなみになんかこんなことを言ったらあるかもしれないですけど、いつぐらいにとかあるんですかね。いやもう明日にでも。早いな。いやいや、ナンバーワンでしょ。だってね、いやもう明日にでも結婚は。明日にでも。そうですね。でも結婚したらもう夜は上がって。そうですね、家庭に。そうですね、専業主婦で。専業主婦に。なるほど、なるほど。
まあ、卒業したら結婚したいと、そして明日にでもしたいと、うん、そんなマリアちゃんですけども、はい、コメント来ましたよ、やっぱりね、ありがとうございます。見たい、モノマネの話ですねこれは ね、 ね、まあ、なんか2人とも背景と合って、本当ですか、背景と合って、あ、この感じですかね、合ってるように見えるんですかね、合わせましたね、あ、合わせましたね、画面越しですとね、色かな、じゃあしよう、 LINE ID 教えろください。敬語なのか、教えろください。旦那さんに求める年収は、こういうのは多分あの視聴者さんは結構聞きたいところじゃないですかね、普段なんかね多分聞けないところで。年収はどこにこだわるんですか、じゃあその卒業した後に結婚する相手に求める条件みたいな、うん、あ、でもね、はい、やっぱりね、お金ですか、安定ですか、どっちも欲しいですね、どっちも欲しい、はい、安定したお金が欲しい、安定した、さあズバリじゃあこの方にお答えしましょう、旦那さんに求める年収はおいくらですか、2000万です。おっと、2000万円以上の人はい、ここに ID 言ってくださいね皆さんここにね、僕2000万以上ありますっていうね、いや嘘ですよ、全然もう本当に今のは本当っぽいな、でいや全然本当にお金はいいんですよ、お金はいい、ただ幸せにしてくれれば、おお、はい、なるほど、税込みさすがナンバーワン、切り返しました、幸せにしてほしいですね、幸せがいい、まあ来てますね、いい感じ、ハワイプラス見てありがとうございます。ニートじゃダメですか、ニートはちょっとあれですかね、私が働きます、じゃあ、お、なんて男らしいなんて男らしい方なんでしょうか、それって税込み、はい、まあ、税込み年収かっていう、ここはね、もうね、想像に、想像の方でそこは答えてもいいんじゃないか、2000万までいってるし、そこだけは、そこだけは、はい、じゃあご想像にお任せします、お金がないと幸せになれないよ、わかる、立候補、俺なんかどう、やっぱいっぱい来てますね、顔写真だけちょっと送ってくれれば、やっぱ見た目も大事ですから、ね、見た目と年収だけ、見た目と年収が大事ということで、ほとんど全てじゃないかっていうね、ということでキャバクラを卒業したら結婚したいと、まあ女性的なあれですよ ね、 そうですね、夢ですよね、きっと女性は皆さんね、わ、はい、かりました、ありがとうございます。じゃあ次いきます、じゃん、3本目はキャバクラからクラブへの道、まあ、これはどうなんですかね、どう考えてるかってことですかね、そのキャバクラやられてる方が卒業されてその次のステージとしてクラブっていうのがあるとしたらそれはどうですかっていうことじゃないですかね、どうでしょうか、そういうのはあんまり考えてないですか、クラブはやってたんですけど、はい、1、2ヶ月ぐらい、1、2ヶ月ちょっとやっぱ、はい、ねえ、ね、ママ怖くて、ママが怖くてママ子はママが怖くてやめちゃったのかな、いや、これはやばいですね、はい、これちょっと P で、はい、P ありますんで、あそこに、はい、何かあった時用に、もう遅いっす、はい、いや、もう遅いっす、はい、何、ね、かあった時用にね、あんまり会ってなかったですね、クラブは、そうです、まあ、ね、ある合わないはありますからね、人それぞれ、はい、まあ、マリアちゃんはきっとキャバクラでね今ご活躍されてるんで、うん、今の環境が一番いいんじゃないかっていう、そうですね、はい、ということです、そうですね、また来てます、高校生だけどダメ、あ、年齢も気になるんじゃないですか、年齢はもう本当に 愛してくれれば、お、高校生でもいいですか、じゃあ顔と年収高校生年収とか多分ないと思うんだけど、まだわかんない、スーパー高校生かもしれないですけど、なんかね、はい、タイプは、詳しく教えろください、はい、タイプですか、はい、タイプは尊敬できる人ですね、尊敬できる人、なるほど、何事にも、何事にも、そうですね、ほうほう、じゃあどうなんですか、そのどういう仕事的なところとか人間性とか、うん、男の人に好かれている男の人がいいですね、なるほどなるほど、男に好かれる男がいいらしいです、はい、皆さん、うん、どんな感じなんでしょうかね、オーラ、オーラ、どんどんハードル上がるね、ね、年収2000万、顔がかっこいい、オーラがあって男に好かれる男、なかなか、なかなかね、なかなかの、ハーフ、つまりホモが好き、あ、
そういうわけじゃないよね。そういうことじゃない。そういう好かれる、うう尊敬されるあの人は本当にすごいなっていうね、うん、なるほどなるほど、ね、まあそれは多分誰でも好きだと思うんですけどね、うん、そこまで条件が揃ったら、はい、はい、ありがとうございます。はい、次行きます。はい、次です。続いてちょっと待ってよ、楓からのアドバイス、これ何でしょうかね。お願いします。急にアドバイスお願いします。え、僕からですか。マリアちゃんにアドバイス、ですね、ハードルを下げると相手は見つかると思います。ああ、なるほどね、ありがとうございます。え、違う。あのハードル、そう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 、いろいろあるけどね。でも B 線なんですよ、すごく。あ、顔はどうでもいいんですよ。でもさっき顔の、あ、そう、顔の写メを見してって言っただけであって、うんうん、別にイケメンが好きとは言ってない。そうです、もうそうですね。あのウーマンラッシュアワーの村本大輔がすっごいタイプなんですよ。はい、聞きましたか。 B 線なんですよ。 B 線なのかどうかちょっと分かりませんけど、村本さんが好きっていうことですね。そうなんです、すごくタイプで。なるほど。でもこれ、あの、もしですよ、仮に今までお付き合いされてた方が見てたとしたら、多分ショック受けます。みんな似たような顔です。はい、わかりました。ちょっと僕からね、アドバイスできるようなことないと思うんですけどね。もうナンバーワンなんでね。いやいや、そのまま頑張ってください。いやいや、逆にちょっと応援したいと思います。続きましてこれです。新しいキャバクラの形など、うん、これどうですか。なんか、あの、いろんな意味があると思うんですけど、じゃあこんなキャバクラにしたいとか、こんなキャバクラを作りたいとか。マリアちゃん、ね、今ナンバーワンじゃないですか。なんでその自分の理想的な店作りって結構できるんですかね。僕らの業界とちょっと違うのかもしれないですけど、そのやっぱりナンバーワンの、その行こう行こうって言ったらあれですけど、こういう風なお店にしたいなっていうのはあるんじゃないですか。うんうん、したいですかね。なんかありますか、そういう、こういう店がいいとか、こういう、まあ、新しいキャバクラって言ったらちょっと大きな話になっちゃうかもしれないですけど、ワンちゃんをね、お、うん、連れて行けるキャバクラがいいですね。なるほど。斬新、斬新。でもそれはなんかね、女の子は思うかもしれないですよね。え、それはあの、キャストさんが出勤の時に連れて行ける、もしくはお客様が連れてきてもいいよみたいな。そうです、そういう、まあ、中型犬までで、中型犬、でも大型犬はちょっと大きさしてあり。そうですね。でもあのドッグカフェがありますからね、世の中には。そのちょっと延長線上で、そうです、ね、キャバクラでもやってもいいんじゃないかっていう、そういう感じで。ワンちゃんが好きなんですか。ワンちゃん大好きで、3匹飼ってて、お、3匹も飼ってて、そうなんです、できれば一緒に出勤したいわみたいな。そうなんですよね、寂しいじゃないですか、やっぱり。そうですよね、まあ、待たせてる方もね、うんうんうん、待ってる方もそういう気持ちですから ね、 なるほど。非常になんか最後綺麗にまとまりましたね。はい、ワンちゃんが連れていける、ね、あ、コメントありがとうございます。3匹、逆ドッグカフェ、逆なのか、カフェではないよね。ドッグキャバクラ的なのがあったらいいんじゃないかっていうね、感じですね。はい、というわけで、もうここに来て CM まで30秒ということでね、はい、いろいろお話しましたけども、はい、もう残りあと5分ぐらいです。早いですね。早いですね。この調子で、はいはいはい、あの最後ね、あと一つなんですけど、CM 後に最後お答えいただきたいと思います。コメントもね、たくさんありがとうございます。まだまだね、あと5分、全部僕読みますんで、コメントじゃんじゃんください。というわけで一旦 CM 入ります。どうぞ。誰の妻だって What's your name brother 誰の女だって What's your name mama 誰をやったのって What's your name motherfuckers っていうか Who are you。愛物語2016今年は常滑リンクビーチで開催決定。ジブラ、86.9、カトメディア、ハンニャなど豪華アーティストが出演。キッズドリームプロジェクトにはダンスアーティストケントモリ参加決定。8月28日は常滑リンクビーチ、詳しくはオフィシャルホームページへ。はい、というわけでね、残り5分になってしまいましたが、
たくさんコメントいただいてるんでね、じゃんじゃん読んでいきたいと思います。ツイキャス側もね、すごいたくさんのコメントをいただいてます。いきますからね。今日の楓さん、今日の服装いいじゃん、ありがとうございます。毎日着ますね、じゃあこれね。ワイプラの表紙、ああ、見ていただいてありがとうございます。焦るわね、マリアさん、マリアさん来てますよ。余裕そう、ヤマピー、これタイプですかね、ヤマピー。ヤマピーね。ヤマピーがタイプなんですか。いやいや、そうするとちょっと。そうするとちょっと、話と違うじゃないですか、さっきと。ヤマピー、ヤマピーはかっこいいです。あ、すごいかっこいいと思います。もう誰が見てもかっこいいですよね。耐えられるブスならいいんだよ。何ないんだろう、耐えられるブスならいい。これさっきのタイプのお話ですかね、動物それ希望ですよ。いろいろいただいてますね。はい、こちらも、読んでいきます。早い早い、まあ、残り5分ですからね。時計何つけてるの。時計はこれはシャネルです。シャネルですね。シャネル、はい、さすがナンバーです。いやいや、素晴らしい。最後はぶっ込んだ質問で、ぶっ込めるかな、どうかな。マリアちゃん好きになった。ファンを、ファン増えましたよ。ファン増えましたよ、ね。明日待ってます。次のこれ、あ、明日待ってます。これ読んでいいですかね。アングルによっては、あ、そう、よく言われるんですよ。はい、じゃあカメラさん固定してください。どっちがいいんですか。どっちがいいんでしょうか。こっちですかね。アングルによってはいいじゃないか。一つの角度から好かれればね。それはそれでね、ずっとこうやって接客しました。そう、そう、このまま。それでいいと思います。それでいいと思います。スクワットして、それ違う人やろう。なんですかね、スクワットの下りありましたっけ。あ、以前来ていただいたゲストさんでスクワットの話してましたね。はいはい、それでスクワットします、しませんね。いや、スクワットって何ですか。めちゃぶりして すいません。スクワット何ですか。教えます。ちょっと今度教えます。じゃ時間ないんでね。最後じゃあいきます。最後はズバリこれ、ブルグというこの雑誌もね、見ていただいて分かると思うんですけど、このホストさんたちによって、作られている雑誌メインがね、そういう形になってるんですけど、ズバリマリアちゃん、ホストクラブについて、どう思いますかっていう質問です。なるほど。どうですか。私はキャバクラを始めたのがちょっと遅かったんですよ。22歳後半で始めたんですけど、その時にまあいるじゃないですか、まあ、はい、ホスト好きな女の子が、あ、はいはいはい、その子に連れられてホストに行ったんですけど、はいはい、22歳の時に初めて行って、はいはいはい、その時にそこのナンバーワンの子に水商売についてすごく教えてもらって、へなんでホストさんにですか。うん、そうですそうです。へ、なんでなるほど、すごいいい人が多いですね。いい人が多 い人が多い。それはつまり4年前の経験、はい、思い出。うん、そうですね。そこからはもうないんですか。行ったり飲みに行ったりとかは全然。ちょこちょこ。ちょこちょこ。まあお付き合い程度に。なるほどなるほど。行きますけど。行きますけど。いや、お酒飲めないんですけどね。まあそうですよね。飲みに行くって言っても飲まないんで、それはあれですよね。もう村本さんにの方がいるんだったらすぐに行きますけど。そんなに好きなんだね。はい、じゃあ村本さんにのホストさん、ぜひここまで連絡ください。出てる出てる出てない、出ないか出ないか。はい、というわけで CM まで60秒ということでね、今日これでもう終わりになっちゃいますけど、今日本当にありがとうございました。はい、どうでしたか。ありがとうございます。初登場ブルグ TV。 いやもうね、緊張しましたけど、はい、あ、緊張しました。いやもうおっと、なんだ今の。なんだ、ダメでした。緊張しました。緊張 OK です。はい、緊張しましたけど、ね、楓さんが素晴らしいので、はい、いやいや、すごい棒読みだな、はい、やらせみたいな感じですけど、全然緊張しなくて終わりました。 はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。というわけで、残り30秒。はい、じゃあもう一回この CM いきますね。来週日曜日8月28日常滑リンクビーチ波物語、こんなたくさんの素晴らしいアーティストの方々がいらっしゃいます。オープンは見えますか。10時半、スタート11時から夜8時までです。僕も行きます。マリアちゃんも行きます。はい、ね、はい、行きます。みんな行きます。ということで、みんなも8月28日会いましょう。また来週、バイバイ。あれ、まだ流れてるかな。まだ流れてる。